どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なね、お話をしなければなりません。ということで、今回ですね、JAL が国際線特典航空券のね、解約を一部ね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、とうとうね、来てしまいましたということで、JAL マイルでですね、発券する場合の国際線のファーストクラスっていうのはですね、今までですね、シーズン制を導入されてなかったわけなんですけども、こちらがね、2023年の10月1日よりシーズン制導入ということで発表されました。またね、JAL 国際線特典航空券プラスのね、最大マイル数もですね、変更がね、発表されました。で、こちらね、変更っていうね、文言はついてるんですけども、こちら全体的に増加してるっていう風になりますんで、こちらもね、解約ということで、本日はね、この2つについてね、話していきたいななんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっておりまして、2023年の10月1日発券分より、ファーストクラスをご利用時の必要マイル数は、搭乗日のシーズンによって変動いたします。またね、JAL 国際線特典航空券プラスの最大マイル数が変更になりますということで、記載がされております。で、まず一つ目ですね、2023年の10月1日より、ファーストクラスがご利用時の必要マイル数はね、搭乗日のシーズン制によってね、変動するっていった形になります。こちらはですね、今まではですね、この JAL のファーストクラスっていうのは、一定の必要マイル数で時期とかね関係なく利用することができていたわけなんですけども、2023年の10月1日以降はですね、このシーズンによって必要マイル数がね変動するっていった形になります。で、こちらはですね、今までの一定のマイル数の必要マイル数がローシーズンにね振り分けられるっていう風になりますんで、まあこちら結果的にですね、必要マイル数がね多くなるっていう結果になります。ではね、実際にどういった感じでね、必要マイル数が増えるのかっていうね、話なんですけども、2023年7月現在ですね、各路線のファーストクラスの必要マイル数は、こういった形になります。2023年9月30日までですね、東南アジア、グアム、マニラ路線であれば3万から3万6000マイル、東南アジア、シドニー、メルブルン、モスクワの場合は5万マイル、その他のヨーロッパ路線は8万マイル、ハワイは5万マイル、カナダ、北米は7万マイルでね、片道発券することができるんですよね。で、今まではですね、こちらが固定で決まってるっていう風になりますんで、こちらね、年末年始のハイシーズンに利用したとしても、このね、必要マイル数は変わらず利用することができてたわけなんですけども、2023年10月1日よりですね、シーズン制でローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンで必要マイル数がね、変わるっていった形になります。で、2023年10月1日から、ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンにね、よってこの必要マイル数がね、変わるっていう風になるわけなんですけども、その内訳についてはですね、かなりね、細かく公式サイトに書いてありますので、まあ気になる方はですね、こちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。まあ基本的にはですね、ゴールデンウィークとか夏休み、年末年始とか、こういったね、繁忙期はハイシーズンに振られていて、閑散期であればですね、ローシーズンになっております。それ以外の通常期に関しては、レギュラーシーズンがね、振られてる傾向が多いっていう風になります。で、2023年の10月1日以降の必要マイル数についてなんですけども、まず東南アジアですね、今までは3万から3万6千マイルの間で、ファーストクラスね、こちら、路線によってちょっと違うわけなんですけども、今後はですね、シーズン制になるということで、ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンで、こういった形でですね、必要マイル数がね、変わってくるっていった形になります。まあ、今までのですね、3万とか3万6千がですね、そのままローシーズンに振られて、レギュラーシーズンで増えて、またさらにハイシーズンで増えるっていった形になります。ですので、今まではですね、東京ソウルが3万マイルでね、ファーストクラス、利用することができてたわけなんですけども、今後ね、こちらがハイシーズンであれば4万マイルね、片道かかってくるっていった形になります。で、次にですね、グアム、東南アジア、南アジアエリアですね。今まではですね、グアムが3万6千マイルでしたけども、こちらがローシーズンに振られて、ローシーズンだったら3万6千マイル、レギュラーシーズン4万3千マイル、ハイシーズンだったら5万マイルでね、利用するっていった形になります。その他のね、東南アジアエリアですね、ハノイであれば今までが5万マイルで利用できてたわけなんですけども、この5万マイルはローシーズンになりまして、レギュラーシーズンは5万7千マイル、ハイシーズンは6500マイルっていった形になります。
それでは次にオセニアとヨーロッパ路線ですね。シドニー、メルボルンに関しては今まで5万マイルだったところが、こちらがローシーズンに振られて、レギュラーシーズンは5万7500マイル、ハイシーズンは6万5000マイルっていう形になります。で、ヨーロッパはですね、今までが8万マイルだったわけなんですけども、ハイシーズンに関しては11万マイルまでね、上がってしまうっていう風になります。で、次にハワイ路線と北米路線ですね。ハワイについては、今までね、5万マイルで利用することができてたわけなんですけども、今後はね、レギュラーシーズンが6万マイル、ハイシーズンが7万マイルっていった形になります。で、北米路線ですね。こちらは今までが7万マイルだったのが、レギュラーシーズンが8万5000マイル、ハイシーズンは10万マイルでね、片道利用することができるっていった形になります。このね、ファーストクラスのね、特典航空券っていうのは、マイルをね、使うにあたって一番ね、お得に利用することができるね、このファーストクラスなわけなんですけども、残念ながらですね、2023年の10月1日よりですね、シーズン制がね、導入されるっていう風になりますので、こちらね、残念ですけども、こういった形になります。ですので、今ね、もし利用される予定のある方はですね、10月1日以降はですね、この必要マイルスにね、なっていくっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね、サーチャージは高いわけなんですけども、利用される方はですね、できるだけ早くね、発見していただいた方がね、おすすめっていった形になります。それでは次にですね、JAL 国際線特典航空券プラスの最大マイル数が変更になりましたということで、こちらね、公式サイトには変更としかね、記載はないわけなんですけども、こちらね、全体的に増加してるっていう風になりますんで、こちらもね、解約っていった形になります。で、すべての路線において、増加が確認できておりますので、まあ、全部が全部ね、紹介はいたしませんけども、こちらね、ハワイ路線であれば、こちら最大のね、必要マイル数にはなりますけども、ホノルル路線だと12万5500円。こちらはエコノミークラスですね。これが10月1日以降はですね、ホノルル路線のエコノミークラスの最大マイルが12万9500円ということで、こちらだけでもですね、4000マイル近くね、増加しているっていった形になります。で、プレミアムエコノミーの方はね、増加はね、してないわけなんですけども、ビジネスクラスの方はですね、今までが27万4000マイル、これが最大だったわけなんですけども、こちらが10月1日以降は28万9000マイルということで、こちらは1万5000マイルぐらい上がってますよね。まあ一応ね、こちら最大マイル数なんで非常にね、大きいマイル数にはなっておりますけども、10月1日以降ね、こういった形で必要マイル数ね、増えていくっていう風になりますんで、まあこちらね、ここまで必要マイル数が多いとね、利用する方はね、かなり限られると思うんですけども、一応ね、まあこういった形になりますんで、この点もね、覚えておいていただきたいなと思います。ということで今回ですね、JAL が国際線特典航空券のね、一部解約をね、発表いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、今までシーズン制が入ってなかったファーストクラスね、とうとう入ってしまいますね。片道ね、北米だと10万マイルですからね、片道。かなりすごいですよね。まあ今まではですね、いつでもね、7万マイルで利用することができてたわけなんですけども、まあ、北米路線にあってはね、これが10万マイルになるっていうのはね、結構きついですよね。はい。またね、この特典航空券プラスっていうのは、まあ、JAL にしかね、導入されてなくて、ANA にはね、こちら入っておりませんので、まだね、安心している部分があるんですけども、JAL がね、もうずっとこれで、来ているっていう風になりますんで、まあ、ANA もね、いつかこちら導入されるんじゃないかっていう風にね、私はちょっとビビっているわけなんですけども、どうかね、入らないで欲しいですよね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントで、ね、運用しておりますんで、ぜひね、登録していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。